皆さんこんにちは。再発させないを目指す歯科医師の秋元です。インタビュアーの五十嵐です。はい、今日は一日に磨かなければならない歯磨きの回数なんですけど、はいはい、やっぱり例えばおやつを食べた後も磨いた方がいいのか、おやつぐらいなら、うがいだけでいいのか、はいはい、を聞きたいなと思って。なるほど。ちなみに五十嵐さん何回ぐらい磨きます？私は朝、昼、晩と、ナッツが好きなので、はい、ナッツってめちゃくちゃつまむじゃないですか。そうですね、細かくね。なのでだいたいおやつの時間なので、15時の3時ぐらいに1回磨きます。1日4回そう、でもナッツの歯磨きはちゃちゃちゃですけど、詰まってるのどれぐらいですかね。そうです、はい、なるほど、まあ、優秀ですね。よかったです。歯磨きの回数なんですけども、もちろん ね、たくさん磨くに、やりすぎ良くないですよね。こうしたことはないんですが、毎食を磨かなければいけないというわけでもないんですよ。なぜかっていうと、さっきのナッツの話がありましたが、ナッツが、歯の表面に、なんか挟まってたとしても、そこからいきなり虫歯とか歯周病にはならないんですね。で、順序としては食べかすが歯の表面に残ってて、でそれが24時間、経つとその周囲に、それがもう食べかすではなくて、いわゆる歯垢と呼ばれる口の中の雑菌の塊ですねに、が形成されていくんですね。でなのでその歯垢の状態になると初めて、虫歯だったり歯周病だったりとか、我々人間にとって害が歯にとって害がある状態になるんで、理論的にはですね、24時間のうちに、汚れが取り切れていれば、ある意味極端なこと言えば1日1回ですね。でただこれもですね、歯磨きの回数どれくらいがいいのかっていう調べた、研究がありまして、1日1回磨く人より1日2回磨いた人の方が、汚れが残ってない、汚れの除去率が高かったという研究があるんですけども、同じようにじゃあ2回と3回、効果が差があるかっていうと、それはねあまり差がなかったと言われてるんですね。なので、もちろん1日3回磨ければいいんですけども、なかなかね、お昼食べた後磨ける時間は取れないっていう方もね、いらっしゃると思いますし、朝はすごい忙しいとかっていう方もいらっしゃると思うんで、夜はね、絶対磨いた方がいいんですけども、朝、昼、2回目を磨くとしたら、どっちでもよくて、そうですね、もちろん3回磨いてもいいんですけども、2回で一応十分と。で、朝、先ほどの話理屈で言うと、朝昼磨けなかったとしても、夜ちゃんと時間をかけて、1日1回でもいいから完璧に磨いていれば、それでもトラブルは、起きづらいと思われますので、そこまで神経質に、やる必要はないんじゃないかなというふうに思います。なので皆さんねお忙しいと思いますので、1日2回なんとか時間を取って、で、1日1回しか磨けない人は、その1回をねもう魂を込めてですね、完璧に磨くという気合でやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。今日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。